7月26日の夕方、元キング&プリンスの平野紫耀、26、が、インスタグラムのストーリー機能を更新。ファンから寄せられた質問に答える、質問箱で交流を行った。質問箱とは、投稿後24時間のみ閲覧できる、インスタグラムのサービスのこと。今年7月8日に平野は初めて質問箱機能を利用したが、これが大好評。今回もフォロワーからの、もうインスタグラマーだね。の問いに、質問箱のプロ、箱プロですわと宣言したりと、平野は相変わらずノリノリで多くの質問に答えていた。おふざけ回答だけでなく、防災グッズを買ったことや、朝は電子機器に水くらい弱いこと、お香を焚いていることなど、細かい質問にも答えてくれて、大盛り上がりでした。同時に、相談系の質問への返答から、平野さんの家族愛の強さも改めて明らかになりましたね。女性誌編集者。平野はリップピアスを開けたいと思っているけど、そういう女性をどう思うか、という質問に対して、次のように答えた。自分でやって後悔がなければいいんじゃない？親もひしばなければ。原文ママ。俺は全然ピアス開いて、用がタトゥー入って、用が全然気にしない。だってその子がやりたい人生なら、口出しする必要がないもん。自分が後悔しないこと、そして親が悲しまないこと。これが平野の行動原理だというのが、よくわかる回答である。平野は、以前から故郷の吉友県に住む母親や幼い妹、そして陸名義で歌手活動もしているアパレル会社社長の平野利休、24、ら家族を非常に強く思っていることで知られている。人生で大きな決断をするときの基準は、母親に喜んでほしい。7月11日発売の、女性自身、公文社では、平野がキンプリを脱退して、ジャニーズ事務所からも退所してから、わずか45日で活動を再開した理由について、母親の存在があったのだろうと、報じられている。また、平野がジャニーズに入り、本格的に東京へ引っ越そうとした時期に、母親が大病を患い、名古屋で入院することになったという。この時、平野は本当は母親のそばにいたかったが、仕事のため母親の手術に付き添うことができなかったという。そうしたバックボーンや、子供の頃に平野が膝を痛めた際に、家計が苦しいのに手術費用を捻出してくれた恩も影響しているのだろう。2022年5月発売の、ミー王子、春英社では、僕が何か人生で大きな決断をするときの判断材料の一つに、母親に喜んでほしいってことがある気がします。と、話していたこともあった。平野さんがジャニーズ事務所を退所し、滝沢秀明氏、41、の立ち上げた、戸辺に合流したのは、ジャニーズでは叶わなかった海外進出の夢を叶えたいから、と言われています。ただ、もしかするとそれと同じくらい、両親や利休さんの存在も影響していたのではないでしょうか。ジャニーズ事務所に所属していると、第一ピラに家族の仕事を応援することができない制約がありますからね。前室の女性誌編集者。基本的にジャニーズタレントでは、家族や知人の商品や会社を紹介、プッシュするのはタブー視されている。しかし、紫テルは利休がプロデュースしているアパレルブランド、RKSRICKY、リクスリッキーの服を着た写真を公式ブログ、ショータイムでさりげなく投稿したことが、二度あった。一度目は2020年8月22日に T シャツを着た写真。二度目は2021年1月8日にパーカーを着た写真をそれぞれ投稿していたのだ。滝沢氏も平野の家族との交渉のために名古屋へ、芸能プロ関係者は話す。平野さんは天然なので、投稿も一度だけならうっかりだったかもしれませんが、二度ですからね。事務所から注意されることも覚悟の上で、弟のビジネスを手助けをしようとしたのかもしれない。そして、逆に言うと、ジャニーズ所属である以上、それが精一杯の手助けだった、ということです。しかし、戸辺の場合は兄弟の芸能活動やそれを応援することについて NG はなく、お咎めもないと言います。弟を応援したい平野さんにとっては、最高の環境ですよね。7月19日には、兄弟のツーショット写真が利休さんのインスタグラムで解禁されたほか、利休さんは平野さんの退所の前後の時期から音楽活動を本格的に再開し始めています。弟と活動したいのもやめた理由なんじゃないの？と考える現役ジャニーズもいるでしょうね。平野さんの家族と話し合いをするため、滝沢さんがわざわざ名古屋に出向いたと言いますからね。6月29日発売の、
女性セブン、小学館では、滝沢氏が平野の親族が経営する会社から至近距離にあるラーメン屋で2から3人で食事していたこと、平野の母は今は話せることがないとし、その時が来たら連絡させてもらいますとコメントしていたことが報じられている。また、同時期に平野が名古屋周辺にいたという目撃談が SNS で浮上していた。もちろん全てが家族のため、というわけでもないでしょうが、平野さんにとって家族の存在は海外進出と同じくらいかそれ以上に大きなものなのでしょう。そのため、海外進出だけでなく、弟の活動の妨げにもなってしまうジャニーズ事務所に所属するのに、限界を感じたのかもしれませんね。全道。どこまでもファミリー愛の強い平野。リキュートライブをやる日も近いのかもしれない。画像、バコプロ、平野紫耀、弟、リキュー赤にも出没。イケメンすぎる、兄貴感満点ショット。突如、リキューのアカウントに登場して、ツーショット写真を披露した紫てる。今後もこんな写真が増えるかもしれない。